そう、なんかね、スマホ変わったらしいんだよ、噂によると。いろいろ変わったらしい。安城さん、真面目な話なんだけど、真島さんに今日の子、許しといた方がいいんじゃない？誰誰？話。このね、めっちゃいい子、なん見つかけて。煙出てねえか、体から。シーシャ、すいません、シーシャ捨てて。で？ゆきちゃんって子。何、ゆきちゃん？冬の？冬のだね、冬の。そうそう。何が良かったの、その子は。一緒に今日、いろいろ行って、で、結果的に言うと、犯罪？今度教えることに多分なって、向こうが連絡来たら、P 活っていうのでちょっと仲良くなって、バカツ隣をし、まあその打ち合いはちょっと分かんないんだけど、俺はちょっと気まずい。打ち合いはね、白井がね強いって言ってたよ。だから、めっちゃ負けてんな。エリナ機能で言ったら留守電が使えるようになりましたね。留守電、何時以降起きてるんで、起きたら電話くださいみたいなことができるようになってました。昨日誰かからかかってきてるの？まだ上田からもかかってきてるわ。ちょっとかけてみるわ。あら、あ、ちゃんとそういうのを聞けるように、見れるようになったんだ。びっくりした。はい、もしもし。え、何、どうした？かけたっしょ、電話。あ、かけました。あれ、あ、そっか、留守電入ってたのか。くずしろさんが、ナチュラさんにちょっと話があるっていうので、もし時間があれば、くずしろさんに電話折り返しかけてくれるとありがたいです。はーい。ピーの発信音の後に、お名前とご用件をお話しください。くずしろさんが用あるみたいな感じらしい。はい、なしま。くずしろです。あ、ご連絡ありがとうございます。上田さんの伝言聞いていいですよね。なんか上田さんが連絡ありましたよってのだけ聞いて、内容は全然知らないんですけど。助かりました。ありがとうございます。実はですね、はい、カジノを伝えたいという方がいまして。ああ、はいはいはい。はい。キャプテン脇尾さんが、うん、損害賠償として、うん、20億の裁判を起こしたいという連絡が私の方に入ってます。はい。わかりました。そちらの件で、裁判があり、裁判を起こしたい人がいますよという通知のご連絡でした。うん、これって僕が弁護人を探した方がいいんですかね。そうですね。ご自身で探していただいて、で、脇尾さんの方もご自身で探していただいて、で、今通知行いましたので、この後の流れとしましては、日程の調整をですね、ちょっと六方の方でさせていただきますので。わかりました。はい。ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい。そちらのご連絡でした。わざわざありがとうございます。なんか裁判を起こしたいんだって、カジノに。20億の賠償を請求したいって言ってた。やばすぎ。弁護士探すか。弁護士、心当たりあるんですか？あ、お疲れ様です。マクドナルドさん、ナシマです。なんか裁判を起こしたいっていう方がいるらしく、カジノ側の弁護人になっていただけないかという相談をしたくてお電話しました。またいるタイミングで折り返しをいただけると嬉しいです。それでは失礼します。よし。とりあえず弁護人は確保できそう。これで。わかりました。うん。やっぱね、はい、これが一番いいから。なんでカジノを訴えられたんですか？いや、わかんない。やばい。やっぱ一番、やっぱね、化け物には化け物ぶつけるのが一番いいから。わかります。うん。いいか。これでとりあえず勝ったな、裁判は。これゴジラか。うん。まあ、ですね。あとは、送金するときに連絡先から行けるようになりました。便利。ID は打ち込んで連絡先を選択でその人に直接で振り、本当だ。連絡打ち込んで振り込むって。あげる。ん？え？ちょっとびっくりしました。あ、いやいやいや、お小遣いお小遣いだよ。あ、飲み物ある？なんか壊れかけてるわ僕。あ、飲み物、うん、やべえ、飲み物ね、俺もねえや、買いに行くぞ、うん、オッケー、行こう、どこ行く、どこ行く、どこ行く、今空いてる時間、どこだ、あ、猫缶が空いてるぞ、オッケーオッケー、猫缶行くわ、珍しい、ってか、衛生中、うん、今衛生中、マジ、俺衛生じゃない、誰かいますか、すいません、サプがもうないんです、お願いします、ご飯と水ください、スピードお願いします、いらっしゃい、ご飯と水10個ずつおすすめで、はい、お願いします、おすすめ、え、何、2人仲いいの、マブス、そうだよ、カルボちゃんと僕結構友達だよ、カルボ、はい、カルボ、カルボナラマサシです、そう、カルボナラマサシだよ、ご飯と飲み物ジュージュー、ジュージュー、そうジュージューずつ、はい、金額はこの横のにつけてください。お、なんでだよ。え、二人。おい、いつもおごりだな、おい。
甘いのとしょっぱいのどっちがいいとかあるの？え、今日はちょ甘いものがいいな。じゃあ僕しょっぱいので。なんでだよ。一緒にするならそこは本当に。やばい。喉が渇きすぎて体から血出てきた。ちょっと待って。ちょっと待って。初めて聞いたぞ。想像以上にね緊急事態みたいな今。ちなみにあの子ね占いできるんだよ。やってもらえば。占い？占い。できないのって。できない。やだ。やだ。やだ、占いしてよ。占い占い本当に軽くでだっていいんだからいいよいいよ。してあ、ほんまですか？了解です。タロットカードで占いなんですけど、はい、適当に1枚引いてその1枚であなたはこうですっていうのを、うん、無理やり押し付ける感じの占いです。はい、お願いします。いい、ね、カルボちゃんやってみないもらえない。僕も11月分やってもらったから。マジやってもらおう。僕占いって人にしてもらうのほぼ初めてだ。そうなんですか？うん、マジで信じてない。なるほど。でも今回は信じてみようと思う、うん、じゃあ何について占いますか？11月の運勢とか。じゃあ11月の運勢お願いしていいですか？了解です。お名前は？なしまです。なしまなかな。なしまさんか。あ、お世話になってます。あ、いえいえいえ、こちらこそ。カルボじゃん。カルボ、カルボ、カルボナーラマサシです。カルボナーラマサシ。あ、カルボナーラマサシ。はい。すごいネバネバした感じの名前だ。ああ、ありがとうございます。ネバネバ。まさしに謝れ。はい。よし、じゃあ、なしまさん、1から22どれがいいですか？じゃあ、18。18。1、2、3、4、5、6。あー、ごめん。一旦。そうや。ちょっと、ちょっと、なんか、もう聞きたくないよね、もう今。今、もうちょっと聞きたくないもんね。あ、でもこれ、あくまで、なんか、占いっていう、なんか、遊びの範疇を出ないので、うん、まあまあまあ。あんま良くないな、これ、多分。あんま良くない。これ、今、ワンクッション踏んだよ。11月のなしまさんの運勢が、一応確認なんですけど、うん、最近なんかいろんなことが裏目に出てたりはしますか？裏目？うん、出てるのかな、わかんない。出たカードが、うん、運命の逆位置、つまりカードが出て、これが、うん、現状に当てはまるんだったら全部空回ってる状態みたいな。おー、いい。ロケラン打ったらボスに当たったぐらいか。これだよ、これか。これだよ。今から行くよ。もう橋の車を爆破させるわ。警官2人ダウン。了解。今行ったら大丈夫そう。この爆発音は僕がロケラン撃った。そこに、あ、ボス？待って、ボス巻き込んだかも、その爆発に。ちょうど拾いくわ。なに、これ個人通知出てる？やばい。ボスだけ拾った、ボスだけ拾った。オッケーオッケーオッケー。一回撤退します。これ撤収する。えぐ、花積みってボスに当たるんだ。そう、なんか割といろんなことをやってるのに、なんか全部結構同じことをずっと繰り返して進まなくて、前進しなかったりみたいな感じの動きです。じゃあ僕11月は寝よう。12月から頑張ろうかな。自分の感情をしっかりコントロールすることが大事ですよって出てます。なるほどね。やっぱ暴力と爆弾か。全部解決するには適度にストレスを発散することが必要かもしれない。ありがとうございます。ロケランだな。ロケランですね。ロケランか。はい、なので今月1ヶ月はしばらくこんな感じだと思うんですけど、頑張ってください。ありがとう。待って、俺は11月はテンションは高いけど爪が甘いって言われたよ。悲しいな、それ。あとこれみんなが怪我する予定ないなら、わしに。おー、ちゃんと鍵してるな。えらいね、やっぱこういうね、ちゃんとね、セットしてるのも大事だ。よし、行こうぜ。逃げろ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 。あっという間だね。キノコが来るぞ。温泉買っとく。来なくね、キノコ。いくらだったアミドラスラップ。じゃあ、右の第2個やってよ。まずいまずい。逃げろ逃げろ。よし、あと1個です。あと1個です。こっちから行こう、こっちから行こう。
よし、帰ろう。爪が甘いな。やっぱり当たってるな。裏目に出たな。薬どうだった？今日は。あの3種類だったよ。あ、3種類だった。うん。よくも。あとはまあ特に、ただあれかな、80個になってた。ああ、個数が変わったんだ。そうそうそう、そうみたいで。うわあ！待って、逮捕してやる。どうした？おおっ、よし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 。テンションが来た。それにも連れて帰るぞ。テンションが連れて帰る。裏切り罪、裏切り罪。すべてバイクで連れて帰ってくる、こんな意味わからん車じゃなくて。空回った。よくもやりやがったな。くそなんだこれ。切符切られた。足りめだろ、人のこと放置しやがって。友達だと思った。じゃあ次、僕の番だな。なんでだよ、なんでだよ。レコだ。おかしいな、これはもう天丼だろ。ご苦労さん来てる。よし、僕も請求させてもらおうかな。マルーン。よし、これで許してやろう。おい、何円切った。何これ、37564ってどういう意味？皆殺しやね。ふざけんじゃん。待って待つかよ。危ない。あ、やばい、あいつ。お兄さん、この人勝手に倒れましたもんね。いや、なんか勝手に急に下手に飛んでました。マルーン、はい、ボロボロだったんです。マルーン、はい、なんか警察の人らしいっす。悪いことしちゃダメですよ。マジでおもろいんだよな、マヌさん。そうだ。ねね、一つ成長しました。どうしたの？鼻つむに、うん、あの警察の名前なんだっけ、沼なんとかさん？マヌ太郎？あ、マヌ太郎さんか。来て、うん、で降伏するふりして、うん、手錠をかけて刺してやりました。手錠かけたなら手錠かけなくていいんだけどな。あ、手錠刺さなくていいんだけどな。刺して逃げるために刺しといたら止まらなかったコンボが。実はね、はい、この町のこう市場というか、うん、ね、ちょっとこう考えてることがありましてね。はいはいはい。薬がしのぎに今ある部分があると思うんですけど。まあほとんど薬ですよね、どこのギャングも。うん、これ結局のところそのギャングのボス会議で、はい、そのバイトに払う金額を一律で下げたいんですよね。ああ、なるほど。その花の値段が人によって違うことがってことですか？花もそうだし、素材、各素材。はい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 。これを抑えれば窓口一つでいいんじゃないかなって。まあそうですよね。結局のところ、こっちの人は多くくれる、こっちの人は少ない。っていう話になるじゃないですか。まあ、上がってっちゃう一方っすよね、結局。そうなってくと、うん、花に関してはリスクがあるから別に多少高くてもいいと思うんです。ただ普通のアシットとかそういう市民、白市民とかがやるバイト、これを下げたい。まあ確かにお抱えのファーマーとかじゃない限りは、うん、下げてもいいかもしれないですね。そのバイトに頼む、要は一般的な白市民、関係の浅い白市民に頼む場合の値段ですもんね。その白市民が他のバイトをしなくなるじゃないですか。はいはい、飲食とかもね。そうで、インフレっていうふうに言われてるけど、結局それってギャングが無から金を生み出してそれを配ってる状態ですよね。まあそうですね。でもギャングが金をしこたま抱えたとて、別にインフレもクソも減ったくれもないじゃないですか。そこまで払わなきゃいいだけの話ですよね。まあ確かに、白市民の給料をギャングが出してるみたいな感じにはなってますもんね、うん、構造として。ほとんどアシッド積みに行ってるでしょ。でちょっと、ええ、黒寄りの人間が花積みに行くでしょ。はいはいはい。花は確かにリスクもあるしストレスもあるから、それはしょうがない。でもなんかアシッドとか水とかをなんか高値でやらせるっていうのをもうなんかやめたいんですよね。大体の平均を出して
それぐらいに揃えちゃった方がいいんじゃないかな。まあ値段の統一化、まあ、それって個人的に雇ってる人とかはどうするんですか。白市民で白市民パスを持った状態で、うん、っていう風な話。ああ、なるほど。白市民パス持ちからバイトする場合の値段を統一して、一気に下げたい。身内とかに対してはそのまんまで。そう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 。ああ、別に身内は身内で自分のねポケットマネーで出してる。まあそうですよね。全部のギャングが同意するかっていうと少し怪しい部分も正直あります。それは確かにそうでしょうね。その時に同意しない組織が出た時にどうするか。考えとしては僕も理解できるし、まあなんなら僕もどっちかって賛成ではあるんですけど。例えばその月の島さんとか、せっかく素材屋をやっていて。はいはいはい。だったらもう素材屋で一括買い取り、もうそこでしか買い取りし、そのしてないような白市民のは。うん。そこから卸しっていう風な感じになれば。で、それ以上欲しい場合は自分の息のかかった人間に頼む場合。まあ安全地帯からずっと儲かってるっていうのが良くないですもんね。結局白市民がね、そのギャングからのバイトを受けた方が良くなって、なんかバイトないですかっていう風な話になって、で市民がみんないい車乗り始めて、物価が上がってっていうのがまあインフレ。薬のしのぎ、なんかこうカルテルみたいなのも街に出てきても面白いと思ってて。まあそうですよね。薬、それこそ大量に作っても売るのが大変だから。そう。実はね、そういう話をしてる人が私もいるんですよ。あら、そうなんですか？うん。でもお金がなくて進まないって話で。おー。それってちなみに名前って聞いても大丈夫なんですか？どうだろうな。10億ぐらいだったら、出資できるんで。出資？ええ、その人に。なるほど。もしなんかその人さえ良ければ今度紹介してもらえないか聞いてもらってもいいですか。それはそれで面白そう。どんぐらいバックその貸すっていう利息利子は。最初の金額だけは返済してもらって、うんうん、もう今後うちからも買い取ってくれるだったりとか、まあ1枚かませてくれたら、うん、ありですね。闇金の時みたいにバカみたいな暴力の時はないので一人でやろうとしてるんですか。いいえ。ああ、複数人なんだ。おそらくはフロント企業があってっていう感じだと思うんです。毎回時間でいくらだいくらだっていう風にやって、上振れを待つよりはいいと思うんですよ、ね。ギャングじゃないんですかその人は。ちなみにギャングではないです。ああ、じゃあむしろ都合いいですね。脇起きてる？あ、寝たって。あ、じゃあ起きてる時に伝えといてほしいことあって。どうした？あの、やるなら最後まできっちりやれよって伝えたいてもらっていい？頑張ることだ。ありがとう、ありがとう。何があったんだ？いや、あの、なんかどうやらね、和牛さんがカジノに裁判を起こすらしくて、20億の。最後一緒に対マンでやってみるか。あれらしく。いや、ちょっとさ、絶対変わんないよ。うん。勝っても負けても出禁は免れないよね。いや、俺さ、確かに、そうだ。まあ、わかんない。めちゃくちゃ言い分がまともだったら、しないかもしんないけど、言い分が少しでもずれてたり少しでも怪しかったら確定できんやね。おい、どんで。だってさっき一応僕もね、弁護士は用意した。弁護士いるんだ。あの、こっちでね探してくださいってことだったから。絶対人に言わない。言わない言わない。あの、マックさん連絡した。最強じゃん。とりあえず留守電残しといていなかった。最強や。殺されそうだな。あれはなんか、あの動き、あ、やばいな、その上に止まんの。最悪ごとみんなで、うん、その上にやられんのはまずいな、あれ。あー、交渉。おい、遮蔽で。おい、おい、隠れんだよ。おたなんかでも、まほちゃんたちが楽しそうにしててムカついたから、衛生外で行った。おい、おい、隠れんだよ。お立ち台、お立ち台が。怖いな、あれ。なんか道具、めっちゃ光ってる。あれは、あ、グレネードかな。やばっ、やばっ、そんなー。もう死んでばっかだ、今日。今日どんだけ死ぬんだよ、俺たちマジで。どうも。いいなパパとママが。エモ。うま。どうしてなの。どうしてなの。どうしてなの。目の前にいるのに。下眠る気
君起こしてその手を握って連れ出して夢の中の話の続きをそっと教えて叶えよう いい歌。噂の。すいません、止まってもらっていいですか。今ここで、ああ、なに。目の前に二人、バイクが二人来た。育ってるな、着々と。これ気がする。ええって。これめっちゃいいな。こち亀のラ葛飾ラプソディみたいな。なんでこの魔法さんだけこんなにも重症なの。ちょっとピンポイントで。そうなんですこれつまりやっぱそういうことだよね。そう。一人だけ全然違う怪我が。誰狙いか分かったな。ちゃんとなんか3人のこと遮蔽にしたつもりだったんだけどな。うわっ、え、ダブルダウンのチャンス。12終わってる。なにこれ。これはダブルダウン。え、バック、え、え、え、どういうこと、え、違った。おい、それ俺のやつだって。待って、俺、待って、なんかトロル、トロル色、あ、もう、やめろ、こっちで。ごめん、え、ダメだった、ごめん。あのね、それね、ダブルダウンはもう1枚引くよっていうやつだな。あ、そうなの。で、そう、1枚だけ引くよってやつだ。やば、トロルしちゃった。怖すぎ。でもどうしたの、ベースして。で、なんか上のさ、やったところをカスタムってやつにする。うん、流れてる。かっけえ。クソかっけえ。えぐっ、強そう。おお、かっけえ、かっけえ。いいな、僕も依頼してるから楽しみ。そっか、なしまさんと女神様の絆には入れないか、鳥羽は。何言ってんだ、また入りたいよ。僕と女神様にまだ絆なんてないよ。何、どうしたの。僕が一方的に信号してるだけだよ。どうしたの、さくやちゃん。でもありがとね、そう言ってくれて。どうした、話聞こうか。もしもし、あの恐竜の格好を作って。恐竜の格好、はい。うん、顔は、顔はクッキーマン。クッキーマン、はい。いつ、色は一番後ろ、はい、一番後ろ、うん、今すぐという感じでしょうか。はい、うん、はい。引っ越ししてるのに。恐竜だって何に使うんだ。鈴木、鈴木、鈴木。愛にできることはまだあるかい。僕にできる。これなんで聞かせてんですか、俺の歌が。いや、勘弁してくださいよ。しみるわ。わあ、しみるわ。違う、空の上から落ちてたから今歌ったらさ、ボスに歌ってて、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 何これ、何これ、え、雷。先輩の歌が雷呼んだ。先輩の歌が雷呼んだよ。今から雨降るよ。